はい、こんにちは。今回もね、このトヨタのランドクルーザーの、車になります。これは当時ね、ヘラジカって言われるね、車になりますね。まあ、というのは、非常にわかりやすいんですが、顔がこう、ヘラジカに似ていたことからですね、ヘラジカなんて言われてました。で、これはトヨタのランドクルーザーでございまして、まあ、このその40系のね、要はこのワゴンバージョンに当たる車ですね。でこれはまあ先代の20系がデビューから約5年後の1960年に40系ランドクルーザーがデビューしたんですね。で、このモデルは次の70系が登場するまで24年にわたり生産が続けられた、国産車としては非常に長寿モデルとなった。で、エクストラ上の特徴はオーバル型ラジエーターグリル、フロントウィンダー上のリアウィンカーリアの直面したウィンドウなどが挙げられるということでございましてね。で、まあ、こういうヘラジカタイプの、まあ、ランクになるんですけども、まあ、非常にこれはロングでね、長いタイプになります。まあ、さっきのジャックサービスカーと同じもので、型でね、で、それのランクル仕様という、あのランクルのワゴンバージョンということでね、なかなかいい形になってますね。昔はみんなこれ、バンタイプでしたね。ランクルもこのワゴン、ロングタイプのこの長いタイプもあったんだけど、それは昔の初期のやつはみんな、バン仕様、営業車タイプ仕様だったんですよ。ところがまあ時代が変わって2代目3代目とどんどんこう代が変わっていくうちに、80年代ぐらいの時かなに出るランクルワゴンが出てからは、営業車じゃない自家用車タイプというのがね出てくるようになって、でそんで今の現在の形になるっていう感じですね。だからまあ昔、今でこそランクルって言ってすごい高級 SUV っていうイメージが強いけども、昔はランクルって言ったらどっちかというと逆で、仕事用の四駆っていう、そういうイメージがすごく強かったんですね。ところがそのイメージが一気にこうガラッと変わってきたのが80年代ランクルのあのワゴンが出てきたから、自家用タイプのも出てきますよという感じで、それで出てきて、でその時代がこう変わっていったんですね。まあそういうわけで、今のこの頃の初期のランクルと今のランクルを見ると随分とね、設備も、豪華になってきたし、走りもより良くなってきただろうし、燃費ももちろん良くなっただろうしね。まあそうやって考えるとすごいなと思いますね。ランクルもランクルでね。で、これはこれで結構ね、なかなかこう力強くて、まあ面白みがあるというか、なかなかいい車だなと、まあこう感じます。何時でもこのムース、まあムースって言ってね、ここはヘラジカって呼ばれてたけど、この顔がまたいいんですよ。で、いかにもこうね、長持ちしそうだなって感じで。で、これがある動画であったかな。ある動画で、そのアメリカかなんかだと思うんだけど、50年間ね、これね、ずっと保持されてた車があったらしいんですよ。で、50年経って、エンジンかけてみたら、ブーッと動いたっていうね。すごいなと思ったけど、で、50年間ずっとほったらかしになっててね、もう、ほったらかしっていうか、もう廃車になってて、もう50年間ずっと動かなかったやつが、まあ、エンジンかけたら、最初は確かにかかりがね、ぐるぐるってあんまり悪かったんだけど、そのうちグーンってエンジンがかかるようになってね、で動き出したわけだから、すごいなっていう感じですね。ある意味その50年間動かなかった封印が解いたみたいな、復活したみたいな、もうすげえなというふうにね、思います。まあそれだけやっぱりトヨタっていうメーカーは、まあ、ある意味ゾンビかと思うぐらいすごい丈夫で、もう壊れることがほとんどないんじゃねえかっていうぐらいすごい丈夫ですね。で、なんていうんだ、大体他のメーカーと比べてですね、もう壊れる傾向っていうのがすぐ分かるらしいんですよ。例えば日産とかだったら、恐ろしい話だけど、ある意味恐ろしい話だけど、壊れる時って分かんないらしいんですよね。で、それをブーって走ってる最悪によると、走ってる最中に壊れてしまうってところも人もいるようだけど、まあ基本的にブーってこう走らせてみないと、その、まあわかんないんだけど、例えばでもそれに比べてトヨタのメーカーっていうのは、もう車を走らせる、なんていうの、前から、まあ、
もう分かるらしいですね。点検してみてて、あ、この部品がもう行かれてくるなっていうのが、もう走る前から。だからそれを考えたら、やっぱりトヨタってメーカーはすげえ、メーカーなんだなっていうのはね、つくづくこう感じますよね。やっぱりトヨタのランクルはね、いまだに人気があるしね、特にこの40系の、昔トミカでも出てた2人乗りのやつですね。あれは人気すごいですよ。だから、いまだにあれ、人気があるからね、値段も下がることもそんなにないし、今後もずっと人気はね、維持していくんだろうから、あれはね、なかなかいい車でもあるし、値段もそれなりに高くなってるから、一生ものに残る車じゃないかなと思います。まあ、これもこれでね、一生ものに残る車だと思うから、まあ、なかなか、買ってみて、乗ってみるっていうか、走らせてみるというのもなかなかいいかもしれません。というわけで、どうもありがとうございました。